にちは。1月22日月曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りいたします。21日発行の広報豊島情報版1面には、能登半島地震災害義援金の受付についての記事があります。豊島区にいる私たちが今できることとして気になっている方も多いかもしれません。ぜひ一度ご覧ください。それでは豊島区の最新情報、ニュースフラッシュです。今日はこちらの内容をお伝えしていきます。まずは新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせです。9月20日から令和5年秋開始接種が始まりました。対象者は初回接種を終了し追加接種を希望する生後6ヶ月以上の方で、オミクロン株に対応した一価ワクチンを1人1回接種できます。接種券は5月8日から9月19日の令和5年春開始接種を豊島区の接種券で接種された方には、接種が可能となる時期に合わせて順次送付しています。それ以外の方は電話かウェブによる接種券の発行申請が必要です。詳細は豊島区ホームページをご参照ください。なお、豊島区発行の令和5年春開始接種の接種券を未使用のままお持ちの方は、令和5年秋開始接種でご使用ください。接種会場は区内およそ170カ所の個別医療機関などです。対象となる医療機関は接種券に同封されている接種実施場所一覧や豊島区ホームページをご参照ください。食中毒予防のポイントをご紹介いたします。冬の時期は温度が低いことや空気が乾燥していてウイルス感染が起こりやすく、食中毒が発生しやすい時期となっています。食中毒予防の3原則、まずはつけないことです。自分の手や食品、調理器具などに細菌やウイルスをつけないために、こまめな手洗いや調理器具の消毒をしましょう。続いて増やさないことです。食品についた細菌を増やさないために、肉や魚などの生鮮食品、惣菜などは購入後できるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。最後にやっつけることです。ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅します。特に肉料理は中心までよく加熱することが大事です。食事の準備をするときには、細菌をつけない、増やさない、加熱などでやっつけるを心がけ、食中毒を防ぎましょう。積雪や路面凍結時の歩行のポイントをご紹介します。降雪により積雪、路面凍結している道路は大変滑りやすく危険です。ピンや金具のついた靴を履くほか、滑らないための歩き方のポイント、こちらです。歩幅は小さくゆっくり歩く。靴の裏全体を路面につけて歩く。膝を曲げ、体の重心をやや前にして歩く。手袋を着用するリュックサックを使用するなど、両手を自由にする。転びそうな時は頭を打たないように体を丸めるなどです。その他、車の出入りのある歩道やバスやタクシーの乗り場は雪が踏み固められ滑りやすくなっています。屋外を歩く際はご注意ください。次です。令和5年度第4回空き家セミナーのお知らせです。豊島区は空き家の割合が23区の中でも最も高くなっており、衛生面や治安の悪化、倒壊の危険など深刻な課題となっています。そこで区では空き家対策として、地域貢献施設やシェアハウスなどへの利活用事業、セーフティーネット住宅への登録、区民への相談業務や啓蒙活動など様々な施策を進めています。今回、空き家の利活用及び予防解消のために第4回空き家セミナーを開催します。開催日時は2月3日土曜日午前10時から12時で、場所は上池袋コミュニティセンターの7階多目的ホールです。内容は講演が2つあります。1つ目は、空き家に関わるお金の話、将来損をしないためにとのテーマで、NPO 法人
空き家基地管理センター代表理事上田真一氏からお話しいただきます。講演2つ目は空き家の新しい貸し方の仕組み作りと契約の工夫、アトリエ賃貸、DIY 賃貸などとのテーマで、株式会社ハウスメイトマネジメントコンサルティング営業室課長伊部直子氏から講演をいただきます。定員は40名で事前申し込み制の先着順です。講演後の個別相談も予約制にて受け付けております。参加を希望される方はご覧の宛先までお申し込みください。皆様のご来場をお待ちしております。秩父札所公認サイクル選抜のご案内です。豊島区と姉妹都市の埼玉県秩父市、現在秩父エリア34カ所にある観音様を祀ったお寺やお堂をサイクリングで巡るイベントを開催しています。開催期間は3月24日までです。一巡およそ100キロとも言われている秩父札所34カ所を自転車で巡りながら、歴史と自然あふれる秩父寺を旅気分でサイクリングできるイベントです。各札所を巡る際にサイクル巡礼用看板の二次元コードを読み取るとコバトンのスタンプを獲得できます。さらに札所サイクル巡礼をコンプリートすると秩父札所公認サイクリストに認定され、オリジナル記念品や認定書がもらえます。なお事前のエントリーが必要となりますので、詳細は公式ホームページをご確認ください。皆さんのたくさんのご参加お待ちしています。以上ニュースフラッシュでした。続いては特集です。豊島区には地域福祉の推進を図ることを目的とする社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会があります。子どもから高齢者、障害のある方もない方も誰もが安心して暮らせる福祉の街を実現するために、さまざまな事業を行っているんです。昨年創立70周年を迎えたそうです。そこで今回は普段の活動や創立70周年を記念した記念事業などについてお話を伺います。では今日のゲストです。社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会から大竹博一さんにご出演いただきます。大竹さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはこちらの豊島区民社会福祉協議会、成り立ちから教えてください。はい、戦後に、この社協というのは、社会福祉協議会、社協なんですけどもが生まれました。ちょうど創立70周年ですけど、昭和28年の8月にオープンしました。はい、その当時はまだ戦後間もない頃で、非常に生活困窮者の人たちが非常に多かったという状況です。はい、でそういった人たちに対して、地域の人たちがやっぱりこのままではいいのかと、でまだ行政のサービスがまだ充実をしてない時でしたので、そのためにこういう状況を打破するためにはどうしたらいいかと。で戦後間もない頃に GHQ が来ましたけれども、はい、GHQ の方がやっぱりもう行政のサービスをもっと作っていくということは大事だし、民間福祉というのはかなりやっぱりそういった地域の中に入っていったんですけども、はい、民間福祉を取りまとめる会が必要だということで、そういったところで社会福祉協議会ができたというところでございます。はい、そういった経緯があったんですね。はい、さてこの平成25年にはこの名称社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会に変えられたということなんですけど、なぜなんでしょうか。はい、創立当初は今お話ししたように地域団体が結集しての組織だったんですけれども、はい、その後の時代の流れの中で行政からの委託事業とか補助事業が非常に増えて、信頼を得てきたという部分がございます。ただやっぱり住民から見たら行政の一部じゃないかというような、そういう認識にイメージが、ね、出てきました。そこでやっぱ今一度創立当初の目的である、その区民の地域生活課題に寄り添っていくというところで、地域団体や福祉施設関係とともにですね、社協があるんだということを明確にするために民意を入れたというところでございます。はい、そうだったんですね。はい、
さあではこの豊島区民社会福祉協議会、普段どのような活動をされてるんですか？はい、さまざまな事業を展開しています。はい、一言では言えないんですけども、はい、一つはその、ボランティアセンターの機能を一つ持っているということ、それからその会員制 の, 有料在宅福祉サービス事業でリボンサービスとか、はい、ハンディキャブの事業がございます。ハンディキャブ、はい、また高齢者障害者のです、ね、日常生活を支援する地域福祉権利擁護事業、はい、また青年貢献事業がございます。はい、また地域共生社会を進めていくためのそのコミュニティソーシャルワーク事業、はい、非常に孤立する方も多いし8050問題というのもございますので、はい、まあ、様々なそういった人たちに対する支援という形で個別に入りながらですね、はい、地域の人たちにもそういった、ことをやっている部分をですねちゃんと説明してですね、地域の理解を求めていくというようなことも行っております。はいはい、また東日本大震災のなどでですね災害地にですねその職員の派遣がございます。はい、まあ、今後この能登の地震の方もですね今後事業 の,、はい、やる活動の様子ではですねまだまだちょっとボランティアさん入れませんけれども、そうですね、今まだ全面、ね、優先ですからね。はいはい、まあ、春頃にはですねもしかするとそういった支援が求められてくるかなと思いますので、まあ、それまでの間私たちも温かく見守っていくというところでございます。はい、本当さまざまな事業を行っているということなんですよね。はい、さあそして昨年この創立70周年を迎えたということなんです。そこで創立70周年の式典が開催されました。式典はどんな内容だったんですか？はい、非常にですね、当日はですね700名近くの出席の方がいらっしゃって、非常に場が盛り上がりました。で当日は主催者であるうちの本社協の寺田会長の挨拶から始まりまして、はい、来賓として豊島区の高木美幸区長、はい、それから区議会の池田雄一、議長、それから東京都社会福祉協議会のですね高橋事務局長、はい、また、今回 の, その会場になりました、はい、ご協力いただきました帝京平成大学の沖永博子学長様にもご挨拶をいただきまして非常に本当に心温まるご挨拶でございました。はい、そういった方々ねご参加されてさらにというところですとどういったところがあったんでしょうか？はい、当日はですね災害時等における協力体制に関する協定というものと、はい、それから災害時総合応援協定という形で、4つの社協が連携して今後取り組んでいきましょうというような協定を結びました。こちらね、まあ、第1部第2部ということで2部制で、ね、行われたということなんですけど、はいはい、まあ、第1部は、ね、そういった、はい、式典のものがありまして、はいはいはい、第2部はどんな感じだったんですか？第2部はですね、今陽子さん、はい、恋の季節等で有名な、はい、ピンキー、今陽子さん、はいはい、ピンキーと聞き出す、はい、そのピンキーさんに来ていただいてですね、はい、歌とトークのショーを展開していただきました。はい、なるほど、はい、それで皆様もね非常に思い上がりだった、はい、というところもあるんですね。はいはいはい、ですがちょっと、ね、お伺いしたいんですけれども今、ね、少しお話にありました災害時での協定、はい、こちらについて少し詳しく教えてください。はい、災害時についてはですね非常に私たちもこれからどういう問題が生じるかということはこの都会の中では非常に大きな問題だと思っております。はい、でやはりすぐに支援が届かないというところでございます。まあ、今回の能登 の地震もそうですし東日本の時もそうですし、はい、すぐに住民の側にですね行政サービスが届くかというとなかなかそれは難しいかなと思います。はい、まあ、そういったところで今回災害時等における協力体制に関する協定というところでは東京青年会議所との協定を結びました。はい、で当日はですね、さまざまな機材車両人材支援等を期待するところでございます。さまざまな東京青年会議所もですねさまざまな団体と連携しながら、なんか支援を今までも行っているということですので、当日はそういった形でもし何かあった場合にはご協力をお願いするということでございます。それからもう一つは災害時総合応援協定でございます。災害時総合応援協定につきましては、はい、4つの社協、一つは和光市ですね、はい、和光市
の社会福祉協議会、はい、それから長野県箕輪町の社会福祉協議会、はい、でもう一つは埼玉県秩父市の社会福祉協議会、はい、そしてうち、本社協と4つの社協が連携しながら総合応援協定を結びましょう、はい、ということで、当日迎えた、はい、協定を結ぶということになりました。うん、そうなんですね。はい、さあではここで当日の式典のダイジェスト映像がありますのでご覧ください。地域福祉の推進を試み、また実践していくためには地域の皆さんのご支援を並びにご協力がぜひとも必要だというふうに思います。今後区民社協は多文化共生の地域づくりや豊島区版の地域共生社会の 実現に向けて、より総合的効率的な福祉活動や福祉支援に取り組んでまいります。結びに皆様と70周年を迎えましたことに改めて感謝申し上げますとともに、どうぞこれからも応援よろしくお願い申し上げましてご挨拶といたします。続きまして感謝状の贈呈に移ります。感謝状は豊島区民社会福祉協議会の事業や活動に多大な貢献をされた方々にお送りするものです。日頃からの感謝を込めてお送りするものです。この度、災害協定というところで、豊島区民、社会福祉協議会の、と、災害協定を結ぶ、ということになりましたが、こういった災害協定を生かすためにもやはり非常時だけの協力だけではなく平時からの連携協働というものが非常に大事になってくるかと思います。今年豊島区は秩父市との姉妹都市締結40周年を迎えました。そこで創立70周年を記念にしまして秩父市社会福祉協議会様にもご参加いただきまして、4社会福祉協議会による災害時総合応援協定を結ぶことにいたしました。のその協定書に署名をしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。大きな拍手をお願いいたします。今協定が締結されました。皆様は目撃者でございます。主に第1部の様子を、ね、ダイジェストでご覧いただきました。当日の会場の様子いかがでしたか。はい、第1部はもう静寂なところで皆さん しっかりと聞いていただいて、はい、会場も本当ほぼ満席に近い状態でしたので、で第2部は今陽子さんの歌とトークのショーという形で非常に盛り上がった、はい、会でございました。そうだったんですね。はい、さあ昨年創立70周年を迎えたということで、では最後に今後の展望などについて教えてください。はい、社会福祉協議会今回は70周年ですけども、まあ、今後10年20年と時代を重ねてまいります。この、時代の重ね方につきましては本当に地域の皆さんと共に一緒に、進めていかなければいけないということ、なおかつ今非常に生きづらさを抱えていらっしゃる方が非常に多くなっているということ、まあ、それに対して私たちがどういう事業を取り組んでいくべきなのか、どういう課題があるべきかということもちゃんと明確にしながらですね、今後進めてまいりたいというふうに思っております。まあ、地域共生社会の実現に向けて今後本当に行政とともにまた地域の団体とともに一緒に取り組めていければなというふうに思います。はい、大竹さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
ではまた次回です。さようなら。